それではただいまより税理士2018本試験、えー、財務諸表論のポイント速,速報解説講義まではいきませんが全1回ということで、まあ、今回限りということですね、えーまあ、先に言っておきますが今回はポイント速報私も今笑いながらしか言えないんですが、えー、問題入手して 初見、えー、初見とはいっても約15分ぐらい経ってますかね最近ね早くもらえなくなってしまったということで、まあ、それでもね、えー、財務主教論ということになりますと第1問第2問第3問もう3問まではとても見ている時間はないということで、えー、短い時間ですが、えー、理論の方でですね、まあ、あのこれもちょっとね えー、半分自信があって半分自信がないんですけどねまあ大まかな回答が即答できるようなもののみ、えー、それから会計基準等の問題がめくっていって、えー、あればですね、えー、番号を覚えていればどこどこ会計基準の第何項ぐらいのことは言えるかどうか分かりませんが、えー、言いたいと思います。 まあそんな程度のえ回答速報の回答解説会なのでえポイント速報という名前をつけておりました。おりますで先ほどえ簡単にえポイント速報といったのはですねもうちょっと詳細に。 あのポイント速報で問題もらって本当に10分から15分ぐらいということなので回答をお配りすることもできないし、えー、またプレゼンターに回答を移すことともできないと私も正直言って一問から問題を読んでその場で回答できるかなっていう感じで今ドキドキしながらお話ししている次第です。えー、でですすから、えー、別途ですね えー、8月12日は20日だったかな、えー、徹底検証会なんていう時にすべ、えー、て回答を作ってですね、えー、そしてまあ徹底検証会っていっても1時間以内なのでね普段の当連の回数程度、えー、で今回ね少し喋ってしまいますのでもしそちらの方で12月の合格発表まで。 ちょっと自分の感覚をというまあどういう準備をしようかとかね、まあ、そういうことをに役立てたいという人はですねそちらの方も合わせて見ていただければ、えー、そちらの方で今ね、えー、ポイント速報を早めに聞いている方はちょっと心配なところ、まあ、それをね私がうまくしゃべれば私が分かってしゃべれば、まあ、ちょっと救いになるかなとここのところだけがちょっとなーってね えー、まあそんな形でですねこれから簡単に解説ポイントか、えー、速報という形で見ていきたいと思います。では早速私もドキドキしながらめくりまして、えー、ページ数が15ページありますねそしてこれはあの最近の傾向でね回答用紙は増えてないんですがもちろん回答用紙は入手できないわけでして、えー、回答用紙は、えー、増えていない。 それをけれども記号で答える問題が多いので、えー、最近の傾向ですね、えー、ですから理論の方のページがボリュームが出てきたのでページ数が多くなっているということでしょうね。昨年の29年の話で2017年の話ですけどね。 えー、合格率29.6%なんていう時も問題のボリューム自体は大して変わりませんでしただから今回のね先に忘れないようにもしここでこれを知りたかったんだなんていう人がいたら、えー、個人的な、えー、合格率あたりもう本当にね今問題ね、えー、コピーで入手しておく。 まあダミーの受験生とかいますからこうやって持ってるだけなので、えー、ざっと見ただけなんですね、えー、ただ難易度的にはですね、えー、記述問題論述問題は完璧に出てくるということはまず、えー、普通の受験生だったらないです捨てるところは捨てる、えー、ただしですね選択問題が、えー、本当に 10分から15分ぐらいでですね実言うと電車の移動なんですけどその程度のところで見た感じではえこれは確信じゃないんですけれども意外と正当、まあ、正解になるんじゃないかななんていうことを含めてで計算問題もね、えー、後ろのざっと解説はできませんけれども、えー、理論で、えー、変なのありましたね借入金でね、えー、何でしたっけ?「新ケ計トローン」ですか。 これはあの多くの銀行が集まってね、えー、普通に貸し出しをするっていうね、えー、そして貸し出しの引き受け決をコミットとかね、えー、言うんですけれどもまあ簡単に言えば仮入れ普通の借入金の処理してきたなんていう人は意外と会っちゃったりしてでまたよく分かんないから全部捨ててきたっていうのが現実かもしれません。その点点はは差がつかなない、まあ、いろんな点を含めてです、ね、合格率は昨年 それを踏まえるとですねやはり20%以上はいくのではないかなーなんてねえ余計な話で5 k 論もついで見たんですけどね、えー、これは出版社経由ですと少し早めに早めにっていうか受験生と同時にもらえるのでざっと見ただけなんですけどね、えー、じっと見させてくれなかったのでそっちの方が私ね受験だし山が立ってなんて余計な宣伝してたりして、えー、まあ あのー、合格率第三問はねボリュームも少なかったので上がるんじゃないかななんてねまあ税理士不足を反映したような問題だったような気がしますただこれはあのー、今財報ですよボケるんで早期報はまたないよななんて思いながら財報に戻りたいと思います第一問、えー、純資産会計、えー、純資産会計はね、えー、これはあのー 毎年のように一部出ているのを、えー、選択問題にした問題ですね。えー、そして、括弧一番から何番までだったっけ、えー？記述問題を含めると括弧六番までが純資産会計ということで、えー、問題が出ております。えー、まあ当たらずとも遠からずぐらいで聞いてください。えー、全部外れたらもう恥ずかしくてしょうがなくて、えー、目の 受験生の、ね、目の前に出られなくなってしまいますので、まあ、私の思うちょっとした回答速ポイント解説っていう形で聞いていただければと思います。えー、ざっと私もね15分ぐらいで読んだところ純資産の金額を増減させる取引として最も多なんでね、えー、これは、えー、何なんだっていうことになります、えー、結論を言います。 純資産の金額を増減させる取引として最も適切なということですね。ということは、えー、純資産がが減減少しししてて同額増増加まったたららといいう言葉は当たらないだから純資産だけが増加または減少するものっていうとね個人的にバッと見ると絵しかないんですよね。えー、ということでかっこ一番絵かなと。 それから2番いきます新株の有利発行が財務省に及ぼす影響として最も適切なものを選ぶということでこれちょっとね迷うとこなんですね。有利は新株の有利利のという言葉が使われているということですね。えー、発行価格のに見合う資産が増加するで賞が増加するっていうのはこれはね資金調達としてごく普通の広い意味ではこれが選択されるのかななんてね。 ただ「有利」という言葉が使うと進化後の時間に見合う資産が増加する有利な時間時間の上昇分ただ時間というのは減少する分が、えー、減少していることもありますので、えー、だから広い意味で「はがが選択されるのが適当な,のかなと思いますでうえお」と書いてあるのはまあどう見てもね、えー、全く無関係ということですね。それから3番 帳簿価格を上回る対価による自己株式の処分が財務省に及ぼす影響として最も適切なものもうこれは会計処理をね自己株式の処分採棄処分差損の会計処理が正しいものを選択するとどう見ても大しかないんですね。したがって、えー、まああとで違ったらごめんなさいって言いながら私がバッとね短時間に読んだ感じでは まあそんな感じですね。で四倍いきまして保有している自己株式の時価、えー、評価ですね。えー、もうみんなこれは知ってますね。自,自己株式は時価評価しないということですね。えー、平成十四年自己株式の自由化、まあ取得の自由化ということですね。従来は禁止されていたもの。だから自己株式は資産説と資本の向上説。 えー、全て純資産の部の項目は自家評価しないという点でいうとね「う、えー、かな」と「時間の登録にかかわらず再評価は行わない」というのがあの原則とかね容認とか例外とかありませんのでえー、墓穴を掘らないようにどんどんいきたいと思います。5番、えー、自社発行の新株予約権が 執行したときに影響として最も適切なもの、受講株式がね、新新株予約権が執行した場合の仕分けっていうのはですね、借り方新株予約権、貸し方新株予約権、戻し利益ということになります。ということは純資産が減少して、当期純利益が増加する。で、当期純利益が増加すると結局繰越利益上揚金が増加することになります。 えー、従ってそれを絵に描いたように書いてある文章がいいじゃないかなと純資産のうち自己株式以外の要素が減少する新株予約権が減少する代わりに同額の基幹利益特別利益当期準利益が発生して最終的に基幹利益に見合う留保利利益益は繰越し金が増加しますね、えー、ですから、えー、他のところも読んだんですがどうもいいじゃないかなということですね。 それから六番は論述問題ということになります。普通株主の取引と新株予約権者との取引では、損益への基幹損益の影響は異なることが知られている。影響が及ぶ理由及び影響が及ばない理由をそれぞれ。だから共通点と相違点みたいなことが記述してやればいいんじゃないかなと。今言った五番までのですね。まあ、特に五番の答えを論述にすると。 まあ自分の知ってるところを書くとね私こ,あのこれに該当するねちょうど今書籍執筆中ということで構成中まで行ったんですね、えー、10月ぐらいに発売なのであのまあ合格しちゃったらいらなくなるんですけどね宣伝を兼ねてでこんなような。 えー、最近こういう問題流行っているんで、えー、自分で考える理論という形でですね問題を作ってもうちょっとねニュアンスは違いますけどね、えー、普通株主との取引っていうのは完全な従来からの企業会計原則のね、えー、仲介の、うん、一般原則の3にある資本取引損益取引区分の原則の中に入る、えー、区別しなければならない資本取引に該当するということですね。 で新株予約権者との取引は従来負債だったということでね、えー、ですから株主との取引ではなないいいとととうう点が、えー、異なるということですね、えー、ですから共通点という時は、えー、両者ともですね新株の発行新株予約権の発行この時には純資産を増加させて、えー、そして借り方の資産を増加させるという点が、まあ、共通する点ですね。 ところが新株の発行株普通株主との取引の場合はこれはですね、えー、自己株式のところまでは触れたら業数はどんどん増えますけれどもポイント解説なのでそこは触れずに純資産のうちの株主資本のみが増加してですね、えー、そして、えー、新株というのは社債等と違って償還期間というのはありませんので えー、株主資本の資金調達額は永遠と、まあ、その見返りでね、えー、配当金をなんていうことを触れてもいいんですけれどもする、えー、と配当金をっていうことになるとね基幹損益の影響が異なるっていう点ではねでも配当金は払う側は損益にならずに株主資本と変動計算書の繰、ね、越利益剰余金の減少額となるということですね。 で今度は新株予約権の方も言いますとねこれは純資産を発行時増加させて現金預金が増加するという点では同,同じなんですけどね5番の回答を利用するとね執行した時にに純純資資産産ががが減少すすするるると同時に純資産が増加するっていう点が異なるわけですねだから損益に与える影響というのは新株予約権の場合にはもう5番に答えが書いてあってね 特別利益に計上されるて利益になるだから純資産に与える影響は結果的にはね影響がないっていうことですけど損益には基幹損益、えー、株主がね、えーまあ、利害関係者が利害、えー、投資判断する時の損益っていう点で当期純利益には影響を与えるということですね。 で、2番へ行きます。金曜集団、連結。これね、受験雑誌でもレックでも連結はそろそろ出るぞって言ったらちょっと出方が違いましたね。これはもう簡単な解説にさせていただきます。100%出資、もう計算問題ですよね、これね。えー、そして出資額ということですけれども、1番の回答。 S, えー、S 社 P 社に配当金を支払った結論はですね個別財務手表に計上する純利益の大きさとして最も適切なものは400円払ったんですから400円ですね個別財務手表ですからね受け取り配当金で支払う側は損益には影響しないということですねいや今「400円ですよね」なんて言いましたけどね、えー、よく読んでみると違ったりしてね、えー、今個人的にざっと見です。 同様に「2番」ページで言うと3ページということになりますけど「全問の想定と異なり」なんて書いてあります外部から仕入れた賞金は P 社に販売することで純利益1,000円を計上したと」とこの純利益を原資として S 社は P 社に配当金を支払った」当期末に P 社が初,もう初めて読むような感じでもう。 噛んだりしてますけど S 社株式の実質価格は S 社の業績を反映して1万2,000まで上昇したと見積もられる S 社あの P 社とか S 社ってね、えー、書いてあるといきなりですけどね、えー、S 社はね、えー、子会社 P 社はねペアレントカンパニー S 社あの子会社っていうのは余計なお世話ですけれども、えー、単語ありますね子会社っていうのはサブサイジュアリーっていうね えー、サンカンパニーじゃないわけですよね、えー、サブサイジュアリーという単語がありますだから S 社は子会社ということですね、えー、S 社の投資投資に関連して P 社が個別財務省に計上する純利益の大きさとして最も適切なものはっていうとね、えー、やはり、えーえー、P 社が保有する S 社株式の実質価格が保有する S 社株式の実質価格云々というのは、えー 影響を与えませんのでで配当金だけですよねえするとやはりこれも400円なのかなということですね。で最後3番、えー、今度3番は、えー、個別財務諸表に現れるはずの損失を S 社の財務諸表に移転させる効果を有する取引としてっていうだから P 社のえー 個別財務に現れるはずの損失これを損失を逃れられるようなっていうとね、えー、これはざっと見ていくとこれが該当するんじゃないかなと。う。P 社が当年度に企業集団集団外部から外部からですね企業集団の外部から1,000円で仕入れて商品の評価損が800まで下落した評価損があっていう損失ですね。しかしかながら ここれれは昔不正が行われたようなことですけどね損失が本来は、まあ、商品売却価格が減少したにもかかわらずまあ企業集団の一部である子会社にですね高い価格で売りつけるするといきなり親会社株式や利益が計上されるっていう風なことをあまりよろしい例ではないにしても「運が該当するのかなっていうことですねそれから4番、えー、金融会計制度でね。 えー、昭和54年でしたっけ、えー、連結財務収用原則が、えー、できまして平成20年12月26日にと、えー、とうとう連結も会計基準になりましたその連結財務収用の作成の意義というところを覚えていればそこを書けば回答になると。だ大体いい覚えてますけどそれ長々と言ってもなんですから省略させていただいて次へ行きたいと思います。 すると第2問私の講義を聞いていた人は一つお詫び「概念フレームワークは試験には出ない」えー、ということでしかしながら概念フレームワークの記述問題じゃないんでね、えー、そして個別の会計基準に影響するさせるように問題が作られているという解釈で,でまず穴埋めもね、えー これも私ねこうやって iPad 持っておりましてこの中に会計基準のすべて企業会計原則それからえ会計基準委員会の概念フレームワーク全部入っておりますのでそれを一目見れば一目瞭然答えが出てくると。ただねあの主研の先生の気配りもあって一番から四1番から4番までの穴埋めっていうのは ごく一般に勉強している人が知っている単語例えば一番ということになりますとね資産再アプローチなんということになりますうわ概念フレームワークの資産の定義は国際的には経済的便益 概念フレームワーク経済的資源ということですね。だから資源経済的資源を見つけるウということになるんですかね。でウが二つ続いて資産の能力は従来ね、えー、資産の定義としてですねサービスポテンシャルズこれは収益獲得能力能力と費用削減能力を持つという言葉で、えー、国際会計基準がね2000年平成12年にできたときにサービスポテンシャルズそれをね 日本では経済的便益と当初で訳語としてね日本語を使ったという経緯があるということですねだから3番は「木」なのかなと。で最後のね4番「資産の測定値は将来キャッシュフローを現在価値に割り引いた」って「現在価値ってあるんです円、ね、い」「現在なかったら困りますね」あ。あ 一番左の下に現在価値ありましたね現在価値っていうだからごく普通に読むと入るんじゃないかなっていうことですね。えー、ではどんどんいって2番。えー、今回の理論問題の中で、えー、一番難しいかなとただ下に選択肢があるので。 当たらずとも遠からずってねこれ当たったら大きいですねで、外れても後期に影響ないんじゃないかなっていう問題が2番、えー、下線部 A に関して資産の割引、えー、割引価値の累計の判断基準の技法としてこれなんか書いてありますけどこれね、これは申し訳ないんですけど概念フレームワークの中に一文があるんですで、事例まで書いてあるんですね 将来キャッシュフローを継続的に見積もる直すとともに割引率も改定する場合というのが固定資産の減損会計なんですねですから A ということですねでこれは事例なのでまず確実に答えは A じゃないかなと思います、えー、しょっちゅうね、えー、概念フレームワークを私は趣味のように読んでいるのでなんとなく こう覚えていいるととうことですね詳細にちょっと読んだわけじゃないので、えー、ちょっと事例が間違えていたら順々逆になったらでも減損会計はね、えー、20年前の20年を限度とするんですけどそれ以降のものは割り引く20年にそれからね20年間のキャッシュフローを割り引くということですね。毎毎年毎年ね、えー、まあ これはになるからやめておきましょう長々となっちゃうので議論術じゃないし将来キャッシュフローのみを継続的に見積もり直す場合というのがこれもね再建と書いてあるんですね概念フレームワークの事例の例の中でですねだから D が該当すするととといいうことだと思いますそれから3番企業会計原則と企業会計基準10号。 金融商品にに関する会計基準、関数率に変わったのはね、平成18年8月11日に変わったわけですが資産は保有目的によって異なった会計基準評価基準を適用しているその適用モデルの名称を答えなさいなんて書いてありますけどまた異なる基準が適用される理由についてということですね。でこれに関してはですね、えー、先ほどのこの iPad ね えー、見てきまして、でここを答えればいいんじゃないかっていう番号を振って打ったのは忘れましたが、えー、66号、金融商品に関する会計基準の、えー、まあ参考という形で見ていただければと思います。金融商品に関する会計基準って分量が多くてね、結論の背景の中で保有目的ごとにですね。 えー、異なった会計評価基準を用いるっていうのはですね、えー、金融資産の属性及び保有目的に鑑みなんて言葉から書いてあるのが66項なんですね。66項はね大変有名な項なんですね我々教えている側からするとですね。 ですから一目散に66個に逃げたわけですけれどもえでは4番へ行きたいいと思いますえ6ページ目えー6ページ目は次の文章は企業の財政状態が悪化して信用リスクが増大したときに負債を自家評価する場合について割引価値を用い 元に述べたものである次の一三に入るべき極の組み合わせなんでしょうということですね。あのこれはですね、えー、これもですね、えー、私がまあ結論のね、この現象の意味を答えなさいっていうのはありますね。えー、これはあのー、全然関係ないけど。 外貨建てで在外支店、えー、為替換算のパラドックスなんていう言葉を覚えてるでしょうか円ですいません外貨で利益が出てるのに円に換算をすると損失に変わってしまうこれは換算のパラドックスっていう名前で呼ばれますね。で夫妻の場合もですね信用リスクが落ちますとえー まあイメージとして社債だとか借入金だとかねそれとは将来の支出額を割り引いた金額が理論的には正しい金額であるっていうことですねそれと割引率が高くなると信用リスクが財政状態が悪化したんですがそうすると割引価値は割引率が高くなると 高い割引率で割引けば割引くほど負債の額が小さくなりますね、えー、これはもうリースとかね減損会計とか貸し倒れ引き当て金のキャッシュフロー見積もり法でね、えー、元の割引率で割引くと、えー、小さな金額になってその差額が利息の損失額として計上されるだから小さくなると。すするととですね元のの負債額額差が 大きくまあ差が出て負債、えー、の減少っていうのは負債の減少っていうのは利益が計上されるんですね。資産の減増加というのも利益です。資産の減少は減価償却のように費用ですね。だから資産負債の増加減少と資産の増加減少と負債の増加減少は損益に与える影響は逆になるということですね。 だから負債がが減少するイコール利益が生ままれてしまう。だから財政調査が悪くなるにもかかわらず評価益が計上されてしまうっていうのを選ぶと歯が該当するんではないかなと。でこの歯の状態を換算、負債のパラドックスと呼んでおります。これもねあの自分で書いた本の内容を思い出しながらやってるのでそうじゃないかなってね なので受験生はまず上がらないんじゃないかなと思います。普段ね、えー、使うテキスト等にはこういうことは触れておりません。ただ会計戦争を高めるために資産の増加減少、負債の増加減少、えー、与える損益への与える影響はなんてねそういう講義はしたことありますけどね。それがパッとそれに結びつくということはなかなかないのかなと思います。えー、それから五番へ行きます。 えー、B なんてて書いてありますけどねこれはもう元へ戻っていくと大変なので、えー、退職給付債務と資産力債務の算定にはリスクフリーレートによる割引率が使用されるが減損会計の測定減損損失の測定での使用価値の算定に対しては違う割引率を用いることが認められている。えー、これもですねな、えー、なかなか、えー なんとなく分かるんですけれども分、えー、かりにくいと。これねちょっと間を置きましたが、えー、そのさっきね iPad で固定資産の減損にあの固定資産の減損はねまだ関数類になってないんですね平成16年に設定されてから改正がない。 ですから結論の背景というのはなくてですね冒頭は意見書意見書のですねこれもねリスクフリーレートつまり通常のね市場の金利みたいに考えてくださいところが危険をよりリスクをですね考慮したっていうと割引率が高くなってね資産価値が減少するこれ使用価値の場合にはそれが認められているっていうのは えー、その意見書の2の括弧6だったと思います、えー、括弧5かな、えー、5と6ちょっと曖昧になっちゃいましたけどね、えー、そこにですね、えー、使用価値を算定するときにはこういうことが書いてあるんですね将来のキャッシュフローその見積もり額をもうリスクを考慮して低く見積もるまたは普通に見積もって割引くときに リスクを考慮する二つの方法が認められると書いてあるんですね。まあそれが、えー、その理由のところに理由をね書ける人はあのどのぐらいいるかっていうのはともかくとしてね、そこが回答じゃないかなということですね。それから六番へ行きまして、えー、これは意外と覚えてる人覚えてない人、えー、覚えてる人半分ぐらいいるかもしれない。 退職給付の測定の期間帰属の方法はね従来期間定額基準を採用していたと、えー、そして要人としてですね、えー、ここが答えですよね。えー、給付算定式基準ということでね将来の退職給付会計給与体系で、えー、昇給等を考慮してですね、えー、単純な、えー、退職までの年数で割り算をしない方法ですね。 それはどこにに書いいてあるのかとうここなります、えー、これはですねこれも全くタイミングよくっていうことですけどねえここを使って問題を作った本を60項から退職給付にかかる会計基準のまあ24年改正ですけれども60項から62項。 ここにですね「えー、期間定額基準廃止するべきか」なんてね国際的な、えー、適用されていないということで廃止するべきかなんて意見が書いてありましてねで給付算定式基準のみにするべきかってねただ期間定額基準は実務で根付いた方法なので、えー、廃止する必要はないというようなことがね60項から62項までで書いてあります。もし自分が書いた回答でで参考にするるようであるならば 60校から62校、えー、見ていただくとまあ「給付算定式基準」って書いただけでね、えー、すごく大きな特典にはなるかと思いますけどね昇、まあ、級等を考慮したような云々なんとかね、えー、考慮していないのが期間定額基準だとかまあいろいろな書き方がありますけどねそれが記述してやれば正解になるんじゃないかなまあ得点になるんじゃないかなと思います。えー、以上でですね、えー 理論とということになりますえす、ー、それからね、えー、計算老婆心で一つ、えー、計算問題もね、えー、ごく普通に、えー、まあ前年並みの問題なんですけれどもめくっていきますとね借、えー、入金の問題が12ページの7番シンジケート方式こういうのシンジケートローンっていうんですね これもね、えー、ここへ来るまでの間に「あ出ちゃったよと」と実務検証だとしょっちゅうやるんですね。いろいろな銀行がですね集まってで途中にエージェントとかアレンジャーなんていうね、えー、人を仲介役に立てて、えー、コミットメントライン定められた金利大きさで。 えー、資金の借り入れをできるシステムっていうことですねでこれはあのきっと今検索してくる暇はなかったんですが、えー、ネットで検索すると出てくるかと思います各銀行のね、えー、または説明がですねすると結論を言います、えー、ここでね嫌になっちゃったなんて人いると思いますので一言、えー、普通の借り入れ金の処理をすれば 良、えー、かったんだとということですね、えー、借り入れ期間借り入れ額、えー、コミットメント期間これがもうね、えー、なんかいやらしい言葉に、えー、コミットっていうのは確約する借りられるってことなんですね。えー、その期間 えそして1.2%とかねあと金額全部書いてありますからごく普通のまあ、普通の長期借入金とか書いてくれればね何も問題なかったんですけどねまあそういうところ以外はいつもやっているような問題であったということですねそこで、えー、ボーダーラインは理論が意外と論述が、えー、行数が多かったと言っておりましたので、えー 20点からまあ、20点ぐらい取れれば合格ラインかなとで計算問題はね理論の使い方次第ということですけどもし30点ぐらい拾えていればということですね、えー、今の仮入れ金がわからなくてもでもし35点拾えていたらボーダーは格ならず超えていると思います、えー、したがって個人的には選択問題が多かったので最後の最後に言っておきますが、えー、ボーダーラインは 55点弱、えー、そして合格率は20%ぐらい以上いくんじゃないかなとは思いますね。えー、ですからた楽しみに書いた人はまあの紙の人はもうねどうしようもないんですけど、えー、全部書いてきたっていう人は楽しみに試験の先生のね気配、えー、りのあるお手柔らかな採点をね楽しみにして、えー、合格発表まで待てばいいかなと。で最後に、えー、より えー、回答という形でですね回答を、えー、記載した、えー、検証会というのを、えー、12日日曜日だったかな、えー、ちょっとネットで調べていただいて、えー、それも見てみたいなという人はもうこれで十分という人はもう十分だと思いますけどね、えー、あんまり聞くとね、えー、長い3か月になってしまいますの、ね、で合格発表までになっちゃいますからね。えー、以上で本当に申し訳ない。 えー、ポイント解説で、えー、ただ長い間やっている経験でしゃべりましたけどそれでも間違えることはありますので、まあ、そんなつもりでちょっと今回聞いたという形で、えー、今回のポイント解説は終わらせていただきます。えー、それれででではこれで2018本試験ポイント速報の財務諸論でした えー、ほとんどが理論でさらに聞きたい人は検証会がありますのでネットで調べてこれもね全国にこういう形で流しますので、えー、その時には回答はね、えー、全部まずできてるかなと思いますそれではもう今日はね大変だったと思いますでも東日本はちょっと台風避けてね、えー、ギリギリセーフでしたけど。 東日本は下辺りからもう大雨なんでね、まあ、西日本も大変でね今これから大変だと思いますけどねでもまあとにかく試験終わったということで、えー、ちょっと体を休めて、えー、少しのんびりしてもいいんじゃないですかね。ということで今回のポイント速報を終わらせていただきます。えー、本試験も含めて大変お疲れ様でした